これはこれは、チームドンキホーテへようこそおいでいただきました。いつもチームドンキホーテをご視聴していただき、ありがとうございます。私、チームドンキホーテのナビゲーター、森田芳雄でございます。さて、今回のお話は、まぶたの母。このお話は、長谷川慎先生の有名な戯曲です。初演は、1931年、歌舞伎役者の十三世森田貫弥さんが明治座で初演いたしました。そして、無声映画で片岡千恵蔵さん。多くの名優たちがこの馬場の忠太郎を演じております。さて、今回新たに動画を再編集いたしまして、皆様にご覧いただこうと思います。以前の動画は、水熊のお浜との対面の場でしたが、今回は新たに動画を加えまして再編集いたしました。ですから、少しストーリー性を盛り込んだ作品になっております。どのように変わったのか、皆様にご覧いただければ幸いです。では、まぶたの母、ごゆっくりとご覧くださいませ。中へ入って用があるなら言っておくれ。聞くだけは聞こう。だが長ったらしいこと私は嫌いだ。断っておくよ。へえ、ごめん、こむりやすでござんす。さあ、なんとか言わないのか。用があって来たんだから。申しますでござんす。なんだよ。おかみさん、当たって砕ける心持ちで失礼なことをお尋ね申しとうござんす。おかみさん、もしや足ぐれの年頃の男の子を持った場合はござんせんか。ぶしつけとは重々存じながら、それが承れてんのでござんす。あ、おかみさん、覚えがあるんだ。ところは豪州坂田の郷鮫ヶ谷から南へ一里すりはり峠の山の宿場に馬場というところがござんす。そこの足は、え、バンバンご存知なんでございますか。沖縄や中兵衛という六代続いた鳩ヶ谷をご存知でございますか。嫁いだんでございますか。おっかさん、ごめんなすって、ぶしつけでございました。え、足は中太郎でございます。え、亡くなった何でございますか。そんなはずはね、いつの時に縁が切れて24年、もうちょっとで満30年だ。その間音信不通で互いの生き死にさえ知らないでいた中だから、そんな子はねえという気になっているんでござんすか。縁は切れても血はつながる。切って切れない親子の間は目に見えないが結びついて互いの一生離れやしねえ。足は豪州馬場地区の沖縄のせがれ中太郎でござんす。おっかさん、おっかさんが美濃の加納の叔父の世話で沖縄に嫁いだことは加納の叔父に聞いて知っておりやす。その時できた中太郎が足です。よかった。足が一つの時、おっかさんが沖縄で話せたことは聞いて知っております。親父は足が12の時患って死にましたから、直に聞いたわけじゃねえが、おっかさんが家を出されたとき、親父の身内が良くなかった。罪は親父にあったのだと大きくなってきから聞いておりやす。おっかさんが去り状を取り、我が子を残して家を出なすったその気持ちはさぞ辛かったろうと思いやす。よかった。やった。いつといや散ったものも分かろうに、海の母の面影を思い出そうと気ばかり入るが、顔にとんと覚えがねえ。
なんてバカな生まれつきだと自分を悔やんで長い間雲をつかむと同じように手がかりなしで探しているうちに、おっかさん、あしも30を越しましてござんす。え、海の子と違う、あしが中トロじゃねえんでござんすか。ここでの時、あしが流行り病で死んだと聞かされて、今の今までそうだと思っていたおっかさんの気持ちは重々わかりやす。ここの人の時に死なかったことはあしも覚えておりやす。死んだというのは間違いで、中トロはこの通り生きておりやす。はい、込み、そっか、あしを銭もらえだと思うんでござんすか。違う、銭金づくで名乗ってきたのじゃござんせん。知らねえ姿はしていても、中太郎は不自由はしてねえのござんす。顔も知らねえ母親に縁があって巡り合って豊かに暮らしていればいいが、もしひょっと貧乏に苦しんでいるのだったら、手土産代わりにと心がけて、何があっても手をつけず、この金を抱いてぬくめてきたのでござんす。見れば立派な大所帯、使っている人の数もおびただしい料理茶屋の女主のお母さんはなっているのかと、さっきから足は安心していたが、金がたまってるだけに何かにつけて友人深く今の子を捕まえても疑ってみる気になりてえのか。そりゃあんまりだ、おっかさん恨みますよ。家に波風を立てに来たなんて、そりゃひでえや。あしにとっちゃおっかさんはたった一人、おっかさんに間違えねえのでござんす。おっかさんがこれだけの身代残すのにどれだけ苦労したか分かりやす。あっしもこんな家業の身ですから、世間の表も裏も十分承知しておりやす。だけどおっかさん、娘さんに譲り渡す水熊の身代を半分もらう魂胆だなんて、そりゃひでえや。あっしはただ顔も知らねえおっかさんに一目だけでもいいから会いたいと思って名乗ってきたのでございます。旅への道中がっぱ、母親の顔も知らねえ天涯孤独のこんな俺でも、道中行き交う母と子の姿を目にすると、ああ俺にもあんなおっかさんがいるんだなと心の中にしまい込んできやした。雨宿りの軒先でトン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 とまな板を叩く音、子供がおっかさんと寄り添う声、あったけえなあ、おっかさんはあったけえなあと思い続けてきやした。おかみさん、改めてもう一度念を押しますでござんす。豪州バンバ塾の中太郎というものに覚えはねえんでござんすね。おかみさんの身のこの中太郎は足じゃねえとおっしゃるんでござんすね。そうですか、もうとっくに死んだものと思っていたから今さら生き返っても嬉しいとは思えねえ、そういうことですか。別れて長え年月を別個に暮らしてくると、こんなにまで相方の心に開きが出るものか。親の心こしらずとはよく人の言うやつが、俺にはそのことわざが逆さまで、これほど下浮くの心が親の心には通じねえのだ。なんでござんす、
もしおかみさんが母親だったらですか。それを聞いてどうするんです。俺には分かったら、おかみさんは今穏やかに暮らしているのが楽しいのだ。その穏やかさ楽しさに水も油もさしてもらえていくね。そうなんだ、分かったら。30年も前のことはとうに忘れた夢なんだろう。親といい子というものはこんな風でいいものか。近いものほど可愛くて、遠く離れりゃ疎くなるのが人情なのか。仇ですか。親に会いに来るのならなぜ仇になってこないのかとの言葉ですが、そのお指図は辞退すら。親に離れた孤独がグレタを叱るは少し無理。仇になるのはおすまきでござんす。ヤクザ都政の泥沼に足もすねまで突っ込んで、もう荒立って落ちっこねえ旅人癖がついてしまって、なんで今さら仇になるよ。よし、仇で辛抱したところで喜んでくれる人でもあることか。裸一貫、たった一人じゃござんせんか。ママよ、身の置きどころは六十余州の、どこと言って気が乗らねえ空の下を飛んで歩く旅人に逆戻り。そろそろまた食べ悪事でも吐こうかい。誰だい！おかみさん、とんだお邪魔でござんした。忠太郎は二度と参りやしやせん。には娘さんがあるらしいが、一目会いて、それも愚痴か。自分ばかりが勝手次第にああかこうかと母や妹を恋しがっても、そっちとこっちは立つせが別個。考えてみりゃ俺もバカよ。幼い時別れた海の母はこうまぶたの上下ぴったり合わせ、思い出しゃ絵に描いたように見えたもの、わざわざ骨を折って消してしまった。誰あの人。さあ、わかりません。おっかさんに似てやしない。そうでしたね。あ、おっかさん、今の男の人誰？おめえ見たのかい？ええ、ちょいと似てたねえ文吉。ええ。どうしたの？嫌なおっかさんね。
捕まったんだ。何？へい、さっきの野郎ですが、ご安心なさいまし。ちょうどうめえことに、スネークラの金五郎がやってきましてね、この一件を小耳に挟むと、止めるを聞かずに止め出しましたが、こっちが頼んだわけではなし、金五郎が勝手に買って出たのですから、おかみさんは高みで見物していれば、後腐れなく片付きます。なんだって、そんなこと、一体、中太郎一体どうしようというんだ。そんな語りは、腕か砂の一本も叩き寄り、二度と弱いこと言ってこねえようにすると言ってましたが、そんなこと、いけないいけない。板前さん、カゴを出しておくれ。私はすぐ出かけるんだ。急いでおくれ。へい、アップル夫人、急ぐぞ。あれ、おい、今の俺は何者だ。何が。なんだかな。前後二丁、いずれも客は女だったな。何、女。そうだったね。女ならもう少し早く来てみるのだった。惜しいことした。中太郎とか申すやつ、まさか途中でそれはしまいな。もし途中でそれでもすると、せっかくの三両が水の泡だ。心配するね。もうじきやってくる。確かに来るな。ひどく寝落ちやないか。確かに来ると決まったら、約束の金三両、手付けの一両はもらってあるから、残金二両受け取ろう。そらやってもいいが、おめえ金は前取りしてあるからとて、知り合いになって後ろを見せる気じゃあるみな。痩せても枯れても戸端与助、そんな真似をいたすものか。それよりはそちらの方こそ大丈夫かな。俺もスメクラの金頃だ。これでも二三人は叩き切ったことのある男で、人を切った数なら決して神話に落ちる戸端与助だ。草漠中地の一人や二人、何の造作もないことだ。それほど造作もねえこと、三両仕事で引き受けるとは、おめえもなかなか。利口よ。拙者より利口なのはそちらの方だ。何か弱みを握っている中太郎をばらして、水くまに恩を着せ、それをきっかけに入り浸る寸法と見てとった。色と欲とを一度に手入れとは。なるほど、博打言葉で言うケツメド、スメクラとはよくつけたあだ名だ。チッ、バカに知らねえ。おやった、ちょっとこっち来ね。おめえなかなかかわいいな。頼むで。おお、もう明けの星の明かりが薄くなった。ちげえね、もう朝だな。あ、来たらしい。あいつが中太郎か。確かにそうだったら合図しろ。拙者いきなりスパリとやっつける。こんなことは手間を取るといかんもんだ。いいとも、愛すぜ。首尾よく眠らせたら、逆手は一流。そいつはありがたい。頼んでる。職どもらしいな。おめえさん方はどなただ。何の訳あって
冬一に白羽を放った先に光らせるんでござんす。やろう。あっしが誰だか知ってるんでござんすけ。バンバの中太郎とかいう腹の悪いやつだ。命はもらった。おとなしくしちゃえ。おめえさん方は誰だ。どこの人だ。下草から来たのか。それとも江戸か。ご返事はござんせんね。ないな。ないな。切るぞ。Okay. Ah! Ah!
安全借り受けまして申し上げますお母さん、たった一言忠太郎と呼んでくだせ、呼んでくだせ、頼みやす。おかみさん、今なんとかいなすたね。親子の名乗りがしたかったら堅気の姿で訪ねてこいといなすたが、はははははは、笑わしちゃいけねえぜ。親にはぐれた小スズメがグレタを叱るは無理な話よ。愚痴じゃねえ、未練じゃねえ。おかみさん、俺の言うことをよく聞きなせえ。尋ねた母親にせがれと呼んでもらえぬような、こんなヤクザに誰がしたんで。世間の噂が気になるならば、こんなヤクザをなぜ産んだ。連れのござんすおっかさん、月も雲まで、月も雲までもらい泣き。何を言ってやんで、何が今さら忠太郎だ、何がせがれで、俺にはおっかはいねんで。おっかさんは俺の心の底にいるんだ。上と下とのまぶたを合わせりゃ合わねえ昔の優しいおっかの面影が浮かんでくら。会いたくなったら、おら、まぶたをつむるんで。会わなきゃよかった、泣かずに済んだ。これが浮世というものか。水熊横丁は遠分かり、島のカッパに、島のカッパに雪が散る。おっかさん。